はい、今回はルーティングについて見ていきましょう。 HX ストンプではブロックの並び替えも容易にできます。例えばディレイの位置を変えたい場合はエディット画面からアッパーノブで移動させたいブロックを選択。アクションボタンを押すとブロックが拡大されますので、再びアッパーノブを回して移動先を選択。アクションボタンを押せば完了です。動かす前後でサウンドニュアンスの変化をチェックしてみましょう。ここではアンプの前後にディレイを入れて演奏します。まずはアンプの後ろにディレイ。信号を分岐させるのにも時間はかかりません。アクションボタンを押してパス B に切り替えるのみです。